こともいのえばでございます。いや、ノーミルクサトでございます。はなんでしょう。こちら飛んでました。激震川崎でしょう。やっぱり今日ね<ー>話すのはね。はい,はい,はい、はい、ニュースになってますね。はい。そうですね。はい、山村選手のマリノスイキャスに出ておりますけれども、はい、山根、上里,里宮城と土曜日にまあ、満席な話一気に来たっていうところで、はい、更新もいろいろありましたけれども、はい、ちょっと激震感は川崎で、はい、ちょっといろいろ話していきたいと思います。今日もよろしくお願いします。まあ 若槻ちゃやってましたチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、お願いししまます行きましょう、はい、ということで現状のメンバーはこんな感じになっております左側というところですね。はい、えー、えー。先起こったところで言うとおまあ今言ったとおりですね。 えー、マリノスに山村選手、そしてあとはアメリカ、はい、ロサンゼルス、まあ、LA ギャラクシーですねに、えー、山根選手、あと神戸に宮代大成選手、でうん、あとはセレストに、まあ、上里,里選手っていうところで、うん、右下ちょっと僕、書きかけのままでちょっと忘れてましたけれども、うん、やっぱダミアン・シミッチの満了、まあ、ここはちょっと居住非居住とかあって、まあ、しょうがなかった部分もあるかもしれませんが。 ただちょっと四六級こんなに抜けたってヨーロッパに行く以外でちょっと川崎数年間考えたこともなかったぐらいの状況なのでまあもしかしたら来年の戦術がどうこうとかなんかいろいろあったかもしれませんけどまあ激震は激震ですよねこんなにだけど、ね、経験ないんだかられって、えー、でもまああれですよね一方的に取られたわけじゃないので、うん、いや交渉の末というかなんか 話し合えたりとか計画のもとなんですかこれはどうなんですかいやっていうのは、はいまあ、あの要は遺跡金を伴ったものが全部であれば、まあ、特に問題もないというかだと思うんですけどそんなこともない遺跡って大半がそれで完全遺跡って呼ばれるものの七八割は正直あの遺跡金って伴わない遺跡だったりするのではい まあもちろん、これね、川崎は全部うまくやってて、全部移籍金が入ってだったら、特に問題はないんですけど、とはいえ、まあさ皆さん、やっぱちょっと問題なのが、その中でも、上里選手と宮代選手に関しては、はい、上里選手はあの高校からずっとこう川崎で15年やってきた方だし、はい、大勢君なんて、川崎、小学4、5年生からいるので、うん、要は、 ホームグローン枠とかとかもいろいろかからんでくるんですよね。はいはい。なるほどだからいわゆる手放すメリットが川崎側にはほぼ存在しない状態なので、はい、よほどめちゃくちゃすごい移籍金とか入ってくる場合とか、もしくは本人が何かこう挑戦的な意味合いも込めて何かこう渡っていくだったら分からないけど、あんまりそうっぽくはないような感じもあるので、なるほどだから驚きはやっぱりいろいろあるんじゃないかなとは思っております。でもまあ、ただっていうところで言うと、はい われわれ、我々ミドアカでは、ちょっとこんな動画はあげましたよねって、フロンターレがね、ああスペインでこう、ねはい、接見してるあの自動ナみたいな戦術をやるんじゃないかみたいないう。ありました。はい、でその、これは細かい話はその動画を見ていただければと思うんですけど、フロンターレ来年戦術が変わるんじゃないかって話なんですが、はいはい、そのメンバーにしてみると、うん、要は、上里,里選手は、 おそらくやるんだったら左のこのセンターバックの位置になるんだけど左のやっぱりサイドバックが主戦場の方ですがやっぱりセンターバックやるにはややちょっと高さが足りないかなっていうところで、まあ、丸山選手がそこに入るとか、うんうん、宮代選手ももしやるんであればセンターフォワードかウイングかになっちゃうんですけど、うん、ウイングやるんであればスピードがちょっと不足するかないわゆるそういうタイプではないのでツートップの一角みたいなところが一番合う選手なので。はい 超ポストプレイするタイプでもないから、どれでもないよなっていうふうになると、はい、もうなんとなく、来年のチーム、こういう感じでいくからねっていうのが、もう2023年のうちで、フロンターレの皆さんの中でも伝わってて、ちょっと俺、その戦術じゃないよなって思う方々が抜けてる感があるような気もします。えー、あ、そうかもしれないという。うー まあ唯一、山根選手だけはどっちの戦術でも必要だったんですけど、彼に関してはもうね、あの去年、一昨年なんかも、ヨーロッパとかからいろんなところから話が上がってたとかっていうのはあるので、優勝も経験した、リーグ戦もカップ戦も、はい、で、あとワールドカップも行って、なんとなく1年落ち着いたっていうところで、ようやくこう、チャレンジしてみよう、はい、しかもそのチャレンジするチームが、吉田麻也さんもいるぞっていう風になってきたら、<ー>ある程度安心感もあっていけたとかっていう感じだったと思うから。なるほどね まあって考えると、ある程度納得もするし、で、プラスブラジル人選手もすでに2人取ってるとかってのがあるので、うん、まあ,あとは ACL のね、今シーズンの方もそうだし、あと来シーズンの方も参加するってことになると、まあ、ディフェンダーとフォワード、あと1、2枚ずつぐらい入ってくれば、まあ、人数バランス的にもよくなるんじゃないかなってのはあるので、冒頭にこう、激震とは、まあ、正直書きましたけど、うんうん、どっちかっていうと、また新しい時代を作っていくために、 なんか今年は神戸とか町田とかがああいう、ね、そのボール奪っていく型のチームがやっぱり取ったっていうシーズンではあったのでやっぱりボールを大事にした上で新しい局面、新しい戦術新しいコーチ陣たちとともに新しい時代をっていうところでちょっといろんなものが変わっていくタイミングだったのかなと考えれば納得までは絶対いかないと思いますけど。<laughs> それでも何となく何かをこう変えようっていうのがチームの中であったんだろうなとは思うのでなるほどうんまあ激震であることはもう変わりはないと思いますけどあ、うん、まあ新たなね、えー、新たな戦術新たなメンバーで作っていくって川崎をまたちょっと楽しんでいった方がそれこそまあ建設的なのかなと思ってちょっと動画作りましたよと、うんうん、なるほどはい話でございます、はい、ええー、んか急にね来た話なんでびっくりしましたけどそうですよ、ね、じゃこれはあれですかねこのあと、うん 何か入っっててくるってことでで間違いないなわけですねまあそうです一応現状で考えたらブラジル人でねぜひ、はい、カルド選手とかベロン選手っていう若い選手が2人入ったのと宮城天空帰ってきたのとあとはね甲府から三浦壮太選手名古屋から丸山選手ガンバから山本選手っていうのも取れてるので。そうか,そうか まあ正直、あとちょっとね、稼働率がちょっと今年は危うかった小林優選手あたりのところにもう一人とか、うん、あと今年ほら、まさにパリオリンピックあるじゃないですか。はい そう考えるとやっぱね、J1 級で言ったら宮城県高いコー,ーあたりが呼ばれたっておかしくはないってところはあるので、この辺りにもう一人サポートとしてもなんか入れておけば、まあ、御の字かなと思うから、<ー>川崎だったらそういう動きはすると思うので、ん<ー>まあそこら辺だけあとはどうなるかってところは注目してみて、<ー>今後もね、い<ー>きましょうというところでございます。なるほど、わかりました。 はい。皆様どう思いになったでしょうかというところも教えていただきたいと思います。コメント欄でお待ちしております。はい。今日もありがとうございました。ありがとうございました。おしてまいりました。見るわかてますチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい。一瞬、一瞬、あの、僕が、僕のミスですね。今のはね。その動画はね、別に出てますんで、ぜひ見てください。はい。どうもました。どうもみりさとでした。ありがとうございました。それではね、じゃあね。またです。